だんだんどうもガオチュウと申します。ちょっと、まあ、雨降り始めちゃったんですけど、ちょっと出てきてドライブということで、まあそこら辺ぐるぐると回ってみようかなと思ってますが、はい、本当はね晴れた日がいいんでしょうけどね、午前中は良かったんですけど、午後から雨になって、もうすぐ3時くらいかな、3時ちょっと前、まあ今日ねっていう話ねっていうのもおかしいですけど、親戚いとこがね、ちょっとこの時期秋になると必ず遊びに来るんで、まあ、それに一応同行してあれやこれや、まあお店案内したり、お昼一緒に食べたりっていう感じで、過ごして、今さっきいとこの方は、富山の方に帰ったんですけどね、はい、まあ、そのいとこの乗ってる車をちょっとね、なかなか、まあ、ああいうなんですかね、あれミニバンっていうのかな、ガタイはでかい、あれはトヨタのベルファイアですかね、白いボディだったんですけど、まあ、そちらの方めったに来ないし、私もそのベルファイア、あれは多分ね乗り換えて、まあ、同じベルファイアの 3.5 リッターからだったっけ、3リッターから、2.5 リッターに、落としたっては言ってましたけど、前の 3.5 に乗りたかったなあ、3かな、3リッターかな、 3.5 リッターかな、それでもそれに乗りたかったなぁったんですけど、まあまあ今の 2.5 でも乗ったことがないので、そこら辺をねちょっと試乗させてもらいました。ちょっと運転動画は撮れなかったんですけど、残念ながらね、運転の時にそのカメラ持ち込んでっていう撮影は残念ながらできなかったんですけど、まあ乗させて試乗させてもらってね、やっぱりゆったりしてますね、まああの大きさ久しぶりに運転しましたが、はい、ちょっとやっぱ気使いますね、大きいんで内輪差とかいろいろありまして、まあでも加速はいいですしね、なんだ半オートマといいますか半マニュアルといいますか、ドライブからマニュアルの方へシフトを動かしてプラスマイナスっていう風にねもうやってみて、やっぱ違うなと、軽自動車とは全然違うよねって羨ましいよねっていうような、そんな感じでちょっと小1時間ほど運転させてもらって、いやでも、あれの金額いく値段いくらだったかな、まあ数百万するわけで、とても自分には手が出ないな、たまに来た時に乗せてもらうのが一番いいなとまあこういう時なんだろう、軽自動車からああいうミニバンワンボックスって感じです。ワンボックスミニバンじゃない、ワンボックスですよねあれね、完璧、まあ、ワンボックスっていう言い方も変か、まあ何のどういう扱いになるんですかねあれね、はい、まあ大きいボディのベルファイアに、まあ、2.5 リッターですけど乗させて試乗させてもらった感想などちょっと話してみてますが、あれを思うと、いつだったかな、黒田原でオフ会を開いた時の藤枝さん
岩手、藤枝さんのベルファイアは確か 3.5 リッターだったんですけど、それをそうすると、あの 2.5 であの加速だから、3.5 ってどうなんだろうなっていうような、すごい興味津々ですね、はい。まあ運転するのは、一応個人的には大型持ってるんで、あのクラスは簡単に運転できなきゃおかしいんですけどそうそう乗る車ではないので、ちょっとね、内輪差気使うなっていう、あと車のすれ違い、狭い道、すごい気使うなっていうような感じなんですけどね、はい、そんなんで今日はちょっといとこのベルファイア、試乗してみた感じですね、はい。いやーすごい。で、あれタイヤが純正で235の50の18インチだったかな、がついてるんで、まあタイヤ交換も結構ね、値段、タイヤ自体の値段もすごいなと、タイヤ交換大変だろうっつって、まあいとこに聞いてみたんですけど、まあまあそれなりの値段とか言ってましたね。ということで、あとはなんだろうな、まあ燃費はね、そんなに良くないよ。長距離走っても、いくつつったかな、13とか、15いくつつったかな、行かないと思ったな。で、まあ、街乗りとかやってると、リッター10とか11とか、そんな感じとか言ってましたけど、まあ、確かにガソリン食いますわね。それがために、タンク容量も70リッターっつったかな。まあそこらはね、カタログ見ればすぐ分かるんですけど、まあ実燃費っていうのはやっぱその車その車でね、それぞれ微妙に違ってますから、あれですけど、まあでもリッター11とか12はね、私の所得からするときついなと、そんなの維持できねえよって感じですかね、はい。なんでちょっと信号捕まっちゃいました。まあでもマニュアル欲しいな軽自動車でマニュアルいいから、軽自動車でいいからマニュアル買いたいなっていう、もう今年の夏からそんな感じでね、いるんですけど、そうするとね、あっちこっちからいろいろとね言われるかな、黙ってよっかなみたいな買い替えたとしても黙ってよっかなみたいな、そんな感じなんですけど、まあでもマニュアルの方がね運転してて楽しいですから、次まあもし乗り換えるならマニュアルだなと、そんな風に思ってますね。まあ確かに半オートマ、まあオートマもありので、まあシフトもねプラスマイナスしかないですけど、オートマからマニュアルに切り替えられるっていうあれもいいかな、なんてそんな風に感じてますけど、はい。また信号だ信号ばっか捕まるなってことで、はい、今音声届いてるかな、バックグラウンドミュージックとして使っているのが那須町黒田原の、アイドルとキャラクター、マスコットキャラクターとアイドルのクロロとユメナという、なんて言うんだろう、まあアイドルとあれなんですけど、キャラマスコットキャラクターなんですけど、まあその
で DVD CD か DVD CD CD のブレイクアウェイっていう、CD があるんですけど、そこの中からブレイクアウェイっていう曲を使って、あら雨が降ってきちゃった、使って BGM 流してます。はい、どれだけ拾えてるかな音声。まあまあそういう形でちょっと、今日の出来事今日の出来事、なんかどっかのニュース番組みたいなそんな感じの、タイトルにしようかなと思ってますが、はい、そういった感じで、それこそ本当今日の出来事ですね。いとこのベルファイアを試乗した感想プラスこれからの展望違うか、はい、喋ってみました。ということで、はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。突然ですが、今日の出来事を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ガオチューでした。失礼します。